こんばんは、吉田さん。吉田さんはね、商品を売って信頼を獲得して、また次の商品を売る、いわゆるリピーターをね、作るのがすごく上手なんですよね。まあ、そこはね、私のかなわないところで、同時に私が目指さないところかなとも思うんですよ。ちょっとまた逆説的なことを言って非常に恐縮なんですけども、私の速稼塾っていうのは、どういうコンセプトかというと、1回商品買ったらもう稼げるから次を買わなくていいっていう考えなんですよね。だから速稼塾を買った後に何か別の商品を買うってことは多分なかなか考えられないかなと思うんで、私は自らねリピーターをなくしてるようなもんなんですよ。ですんでね、何と言いますかね、速稼塾に入りましたとか言ってね、サポートできないものがないんですよね。で、塾に入った以上新しい商品ね、無料で提供してるんで、もう私永遠に売り上げ上がんないですね。いつも新規ですね。だからこそこうやってチャンネル登録が増えたのかもしれません。私の場合は新規さんがいなければね、私の速稼塾の売り上げは上がりませんから。でもその前にね、速稼塾売らなくてもいいフェーズに来ちゃったんで、リピートどころか新規もいらないっていう状態になりましたね、今ね。おかげさまで。でもやっぱりね、吉田さんのように商品を売って信頼されてまた商品売れるっていうのはすごいですね。だからお客さんとしてはいろんな稼げる商品が手にできるんで、すごくいいんじゃないかなと思います。私の場合は速稼塾が1個あるだけなんで、皆さん、なんかね、その速稼塾の中に FX あり、MLM あり、情報商材の作り方あり、 SNS マーケティングあり、コピーライティングあり、何でもありアフィリエイトもあり、 YouTube もあり、何でもありみたいになっちゃってね。だから美味しい玉手箱なのかなと思いますけどもね。でもね、やっぱりね、だからといってね、速稼塾みんなが稼げないんですよ。なんで稼げないかっていうと、私の放送見てるだけでいいみたいなんですよ。じゃあそれじゃ困るんですよだからね、放送が好きになっちゃうっていうのもちょっと困ったもんで、稼いで脱皮してほしいんですよ。脱出してほしいんですよ、速稼塾から。で、できれば私のライバルのなんとか塾っていうのをね、作ってほしいなと思うんですよ。そういうのもありますけどもね。今ね、私よりも売ってんじゃねえかみたいなね、たまに嫉妬しますね。だからね、何っていうね、速稼塾の元塾生が独立して今全国各地で講演したりセミナーやったりバンバン儲けたりとかね、誕生日にはファンの方から動画メッセージがいっぱい届いて、それをねまた送りつけてくるんですよ、私に。羨ましいじゃないですか、嬉しいじゃないですか。いやでもね、俺はもういらなくなったのかと思うと、ちょっと嬉しいような悔しいような気持ちしますね。でも私が望んでるのは、本当に自由を手にして思い通りの人生を送っていただくことなんで、久保哲郎とか速稼塾がいらなくなるっていうのが本当にね、私にとっても到達したいところではあるんですよね。私のサポートもいらない、私の存在もいらない、速稼塾がきっかけでした、でも今は使ってません。その上で自由に暮らしていただけるんだったら、私はもう言うことないですし、情報商材屋ですよね、私もね。だから情報商材屋なんてね、使い捨てでいいんですよ。もう使っていただいて儲けたから、あなたもういりません、もうメールもしません、だって自分でできるもん、最高じゃないですか。それで私としてはリピートするチャンスを失うわけですけどもね、それはもうそれでいいでしょう。いざとなったら私もね、介護福祉士として近くのデイサービスで働かせていただきます。その時はよろしくお願いします。それでは失礼します。